エニアグラム、うん、あなたを知る9つのタイプを読みながらですね、うんはいまあ、よく言われるのが、うん、エニアグラムで人気があるタイプとして、ねうん、3、4、7が挙げられるんですよね、うん、その中 の,、うんまあ、あの筆頭ともいえる3、うん、なぜここの3に皆がなりたいと思い、まあ、そういう社会ですよね。っていうそれがいい、それがいい社会っていうタイプがどんなタイプなのか、うんはいはい、初っ端から出てくるんですけどね、うん性格のタイプ3、うん、達成する人ですと、はい、成功志向でプラグマチックなタイプですと、うん、実際的なタイプ、うん、で適応力がある、うん、卓越している駆り立てられるイメージを意識するとあります、うん、根源的な恐れが価値がないこと、うん、達成したこと以外価値を持たないこととあります、うん、根源的欲求は自分に価値があり好ましい人間で受け入れられていると感じられること、うん、で超自我のメッセージとしては、うん、成功していて人からよく思われれば大丈夫だ、うん、っていうのが書いてあります、うん、この本でタイプ3を達成する人と名付けたのは健全であるとき様々な分野で成功することができるからです、うん、彼らはスターであり花形であり、うんうん、その懐の深さと達成ゆえに尊敬されることが多いのですと、うん、健全なタイプ3は自分が成長し世界に自分の能力を役立てることがどんなに気持ちのいいことかを知っています、うん、また他の人が自分でできると思っていたそれ以上の達成を遂げるよう、うん、やる気を引き出してあげるのが楽しいのですと、うん、タイプ3はその文化の最良の状態を体現します。人は自分の希望や夢の繁栄を彼らタイプ3の中に見出しますと、うん、この辺ですね多分、うん、みんなが、うん、憧れから私はこのタイプだ、うんうん、私はそうだそうだ、うん、はい。で3をつかむことによってなんか成功者になった気分になれるそこなんあと将来そうなれる、うん、成功できるんだできるんだみたいなって思い込みがあるんでしょうね、うんうん、はい。でタイプ3は多くの場合成功し、うん、好かれます、うん、なぜなら全てのタイプの中で、うん、彼らは最も自分自身の才能や能力を育てる必要性を信じるからです、うん、また社会的に価値ある資質を優れて体現することにより生きたお手本であり模範となります、うん、健全なタイプ3は自分にはベストの自分になる、うん、その努力をするだけの価値があると思っています、うん、彼らはそれに成功することで、うん、他の人も自分自身の成長にかけてみる気になります、まあ、彼らタイプ3がいることで、うん、あ自分もそうやってやってみようって、うんうんうん、いうことが書いてあります、うん、タイプ3は自分の人生が成功、うんまたそれが、生まれ育った家族、文化、社会がそれをどう定義するにせよ、うん、成功していることを確認したいと望みますと、うん、成功とは多くのお金、大きい家、高価な車っていう、まあ、このステータスシンボルを持つこと、うん、と考えるところもあれば、うん、知識や価値に身を置き、うん、例えばまあそういう学会とか、うん、そういう分野で世界で名を馳せること、うん、権威みたいなっていうところもあれば、うん、俳優やモデル、うんうん、作家、うんうんうん、っていうところもあれば、うん、いや政治だ、うんうん、っていういろんなところで、うん、そうその3の人どこをつかむかって話ですよねっていうことが書いてあります、うんうん、でもそこにどこにもその3がいて、うん、どこでもそういうところを目指す、うんはい、ということですね、うん、その成功の定義はどうであれ、うん、その育ってきた環境の中で成功っていう注目される人物になろうとする、うん、だからそこのなんかいろんな業界の中のトップになろうとするみたいな分野の中で名を馳せる人になろうとする、うんうん、名もない人には価値がないと思ってる、うんはい、このため、うん、タイプ3は目的志向になり、うん、賞賛と好意的関心を獲得する振る舞い方を学びます、うん、子供の時彼らは親や自分の同世代の友達が何に価値に置くかを学習しました、うん、なので
その分野に秀でれば俺はいいんだね、うんうんうん、でそこにエネルギーを注ぐ、うん、なんか親がちょっと勉強志向の人だったら、はい、賢くなればいいんだねみたいな。そうですね、親がスポーツ志向だったら、あ、運動でサッカー選手になればいいんだみたいな、はい、っていう。で誰の場合も、うん、その成長するためには、うん、人が自分に関心を持ち、うん、励まし肯定してくれる必要がありますと、うん、でタイプ3はこの普遍的なニーズを最もよく表すタイプです、うん、タイプ3が成功を望むのはそれによって新しいものが買えるっていうタイプ7、うん、や独立しているっていう力が手に入れられるっていう8から、そういうタイプではありませんと、うん、彼らが成功を望むのは空虚さや無価値の深淵に消えていくのを恐れるからです、うんうん、要は名もなき人になってしまうと、うん、僕は価値がないってなってしまうのが、うん、を恐れるからです、うん、成功によって通常得ることのできる自分に対する関心の増加と達成感をがなくては、うん、自分が名もない人で価値を持たないのではと恐れるからです、うん、自分を最も価値あるものにしてくれると思えるものは何であれ急いで達成しようとして、うんうんうん、タイプ3は自分自身から極めて阻害されていきますと、うん、要は本当の自分じゃなくなっていくってことですね、うんうん、そして自分が本当に望んでいるものは何か、うん、自分の気持ち関心、うん、っていうのが分からなくなるという問題がありますと、うん、幼児期からタイプ3は人が報いてくれる価値を追求することを学ぶにつれて、うん、次第に自分自身とのつながりを失い内面の中心にあるハートの欲求が置き去りにされ、うん、意識できないままに至ります。いや、自分の感情を置き去りってことですよね。そうですね、うん、なんでこれをあの前回のタイプ2の時に、うんうん、アドラーで見てみると、うんうんうん、タイプ2の場合は、うん、人のためにっていうのが幸せだっていうのは、うん、アドラーが言うところの最終目標ではあるが、うん、それはアドラーが言うのは、うん、自分がやりたいっていうものが、うん、人の役に立ってるっていうのが幸せな状態だっていう、うんうん、その自分の欲求っていうのがタイプ2にはなかったんですけど、うんうん、タイプ3の場合は、うん、それ自分の欲求すらもなくて、うんうん、人の欲求すらもなくて、人のだから人が成功してるっていうものになろうとするって話じゃないですか、はい、そうですね、うん、いやそれも人の価値ですね。人の価値、はい、そうっていう、だから本当自分がこういう風になりたい、はい、自分自身でそうやって成功したいっていうよりは、はい、みんながこれに成功すればみんなが成功者って認めてくれるからこれになりたいみたいな、やっぱりちょっと歪んでますね。歪んでる、はい、アドラーが言うのは自分がやりたいことを人に嫌われてでもいいからそれをやる、うん、そう、他人の人生を生きてるわけじゃない、はい、これは自分の人生っていうのがあって、うん、それを生きて人から感謝された時に、うん、人からありがとうって言われたから OK じゃなくて、うん、あ、僕は人の役に立ってるっていう自己肯定で OK だってなった時に初めてそれはっていうのを考えると、やっぱりタイプ3もまやかしではありますよね。まやかしです。まやかしの成功ですよね。だから成功といっても人が望む成功を達成しようとする。そうですね。だからこう人が認めてくれなければそれは成功じゃないって話じゃないですか。なんかその例えばよくなんかまあ映画とかでステレオタイプで描かれるんですけど、うん、その物質的には恵まれてるが、うん、ポツンと一人、うん、豪邸に一人、うん、みたいな状態が本当にそれが欲しいわけじゃないんですよ。車が欲しいとかいい車が欲しいとか、はい、いい車を買って、別にいい車があることで満足じゃなくて、いい車を買ってあの車乗ってるのすごいねって言われるのが満足なわけじゃないですか。っていうところがあるタイプがこのタイプさんですね。だから家に帰るとポツンとしていいのか俺はこれでみたいな、なるほどっていう感じですよね、はい、いい車があるけど、はい、家に帰ったら誰も何も言ってくれないわけじゃないですか。そうですね、はあ、あとやっぱりユング的に言うとそのどこかで中年の危機といって、うん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 、あの今までになかったものを振り返る時期がある、うんうんうん、時に、うん、果たしてタイプさんがどうかっていう話ですよね。そう、何もないやみたいな、金はあるけど何もないやみたいな、空っぽやんってそうなった時は怖いですよね、うん、別にこんな車欲しかったわけじゃないしみたいな、
無駄なものにいっぱいお金使ってる可能性あるじゃないですか、はい、でも本当のタイプ3は、うん、この健全度の高い、あの、うん、冒頭にもあったように、うん、要は人を巻き込んでいく、うんうん、君もできるよ、うん、一緒にやろうよ、うんうん、で言っている言っていける人たち、うんうん、ですもんねこれ、うんうん、で合理的に自分がやりたいと思ったこと、うん、それは人からじゃなくて、うん、やりたいと思ったことは真摯に立ちあの迎える人ですもんね、うんうんうん、あのそう最短距離でそこを目指そうとする人たちですもんね、はい、僕はどうなんだろう、だから多分他の人って、はい、僕の場合はこれがやりたいからこうなるみたいな、はい、お金が欲しいでタイプ8っぽいと、はい、なんかこう出世すれば力が手に入るみたいなところじゃないですか、はいはいはい、7的にいくとこうなんか成功すれば欲しいものが何でも買えるよねみたいなところじゃないですか、だから買いたいものが主役じゃないですか、はいはい、7だと、はいはいはい、だけど3の人は認められるってことが目的、あの僕これ、うん、YouTube やらす、はいはい、やってるのは、うんうん、パッと思うのは、うん、転ばぬ先の杖なんですよね、はい、要は仕事になれば、ね、うん、あ、はいはい、っていうのがあるんですけど、うん、やっぱりメサイアコンプレックス、うん、要はなんか暴走族って、うんうんうん、要はまあ言葉は悪いんですけど、うん、あの勉強とか学校で、うんうん、ドロップアウト人、うんうんうん、した人たちが、うん、そこで学校を作るじゃないですか、目立とうとするって話、学校を作って、うん、要は俺の言うことを聞けよ、あ、先生になっておめえらビットしろよみたいな、先生がやることをやるわけじゃないですか、あれも一種のなんか、うん、メサイアコンプレックスじゃないですけど、うん、なんか僕もなんかバカだったので、うんうん、こんなことぶりたいのかなっていうなんか2つあるんですね、うんうんうん、でもこれってタイプ3じゃないよなとちょっと思うんですよ、まあ、タイプ3っぽくはないですよね、ないですよねやっぱり、でタイプ3だと、はい、だからなんか頭良ければいい大学に行けばみんな認めてくれる、はい、でいい大学を目指そうとするみたいなっていうなんか、うん、万人いれば、うん、俺っていいよねってやってるのかなとはちょっと、うん、なんか見てよ僕のことを見てよ見てよみたいなのはある、ある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 けど、あるけど、じゃあ例えば金にならないのにそれをやるかっていうとやらなさそうなんですよ、はいはいはい、ただ目立ちたいだけで、はい、YouTube 全くこうお金にならないみたいな、そうですね、感じだったら、はい、そうお金になるかもしれないっていうのがあるからやってる今は、うんうん、それです、うん、でそれがなければ、はい、そんなのやっても無駄じゃないのみたいなにはなりそうじゃないですか、そうなんですよその辺がちょっとねでここも難しいですよねって、やっぱり6なんじゃ、エニアグラムがあるんだとしたら6なんじゃないの、うん、はいはいはい、6が強いんじゃないの、うん、とは思ってます、うん、はい、時々さんの息子は3っぽいので興味津々です、うん、達成したらその方法とか経験とかをみんなに共有する道に行けば良いのでは、うん、そうすることで自分は褒められるし社会に貢献できているし、うん、なんかあの、ま、僕の知り合いとか、はい、もうこういうなんか、ま、中小企業の社長みたいな社長、はい、でやってるともうそういう社長がいっぱいいる、はい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 、いて、はい、なんだろう、企業コンサルとか、はい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 、やってる人たちがこういうタイプかなって思います、はい、なるほど見た目シャントでシャントして俺こんなに成功してるみたいな、みんなこういうことやったら成功できるんだよ、うさんくささしか感じないんですけど、ね、まあ、うさんくさいタイプって言われるじゃないですか、3、まあ、健全度がいいですよね、はい、うん、こうなんかうさんくさく見える、要は自分をこう着飾ってるんで多分そう見えるんだと思うんですよね、はい、でみんなこういう風にすれば成功できるよみたいな、俺がそうやって成功できたからっていうとちょっと出てくるんですけどこれ6っぽいですよね何でも否定、何でも否定面白いエニアグラムは、うん、でそこに引っ張られていく人もいるんですよ、ああなるほど、うん、